楽しくやってる？うん、まあぼちぼち。だよね。純平くん、泉坂でやりたいことあるって言ってたもんね。私もね、そういうのを持ってみたくてさ。今はね、クッキングスクールに通ってるの。料理とかお菓子作ったりって楽しくって、なんていうか、食べてもらうその時の顔を想像するだけで頑張れるっていうか。そうだ、俺もともとそんな気持ちで映画作りたいって。美味しいって言ってもらえたらすっごい嬉しいんだ。その気持ちわかるよ。わかる？もしよかったら今度食べてくれ。頑張ってんだな、西野は。純平くんだって。いや、俺なんて何も頑張ってねえよ。でもありがとう、西野のおかげで目が覚めた。純平くん、俺やるよ。せっかく泉坂高校入ったんだ、やりたいことを真正面からやってみるよ。じゃあ。俺が高校でやりたかったこと、東条、ごめん。モナカ君、俺のせいで怒らせて本当にごめん。私も、その、俺、東条と一緒に映画作りたいんだ。真中くん、俺そのために泉坂入ったんだ。頼む東条。うん、文芸部と掛け持ちになっちゃうけど。ありがとう東条。俺たちで面白い映画作ろう。うん。夏休みの合宿の内容について会議を始める。内容って映画撮るんじゃ。せっかくの夏休み、自主映画だけで終わらせてたまるか。さあ何をしたい。ちょっと先生、山でキャンプ、夜はキャンプファイヤーを囲んでフォークダンス。海水浴はどうですか。海か、うん、いいかもしれん。美女美少女と野獣のドキドキ映像部合宿、いい夏の海だな。うわ、恐竜トリオ最高。私たちどんな映画作ったらいいのかしら。じゃあさ、俺んちでいろんなビデオを見て研究しようよ。そうすれば何かヒントが。嫌ならいいんだよ。どうせ俺んち狭いし汚いし、ただなんか参考になればいいかなーなんて。行きたい。じゃあ明日真中くんちお邪魔してもいい？もちろん。いらっしゃい。あなたが東条さん。あらあら、まあまあ美人さんね。こんにちは。うちの純平にはほんと。ごめん、どうしよう。こんな人無視していいから、上がって。お邪魔します。ごめんなさいね、こんなむさ苦しいところで。でもこの子、昨夜遅くまで部屋の掃除してたから、ちょっと。余計なこと言わなくていいね。母さん買い物行ってくるから、若い二人でごゆっくり。あーまあ。そんなにジロジロ見なくていいよ。よく見たら汚れてんだから。うん、そんなんじゃなくて、真中くんここで生活してるんだなって思って。服もね、制服のイメージしかなかったから変な感じ。あ、変っていうより不思議っていうか。うん、俺もなんか不思議な感じ。そうだよな。私服の東条が目の前にいて、しかも俺の部屋で二人っきり。とりあえずこれとこれでやしたと。うえ、真中くんの家に来て私緊張してるのかな。なんか暑くて。扇風機の風そっち行ってる。ごめんな、俺の部屋エアコンなくって。ほい。そ
それよりビデオ見ましょう。ビデオ。そうだね。あなたのこと全部忘れたいよ。出会いから今までのこと全部。だから記憶を消すなんて。もういいの。全部忘れてしまうわ。あの川でのことも一緒に見たお父さんも全部。どうしよう。ごめんなさい、モナカ君。どうしよう。大丈夫大丈夫。はい、もしもし。やっほー、モナカ。さつき。モナカ、今日部活？合宿で泊まる宿とか決めるんでしょ？やはり混浴露天風呂がある宿か。混浴。あ？何？聞こえない。どうした、東条？東条？ちょっとそこに東条さんいるの？ちょっと立て込んでっから、じゃな。マナカ？ごめんなさい。マナカ君の大切な本まで濡れちゃったみたいで。うわいいんだよこんな本。全然大切じゃないし、どうせ小宮山が勝手に俺ん家に置いてったものなんだよね。もしかして、ビデオの続き見ようか。そうね。大草くん、久しぶり。西野、どうしたの？純平くんに渡したいものがあって来たんだけど、家がわからなくて。すぐそこだから連れてってあげるよ。オチは単純だけど、クライマックスの展開盛り上がったね。こういう作り方が見てる人を引き寄せられるのかもね。それに色がすごい綺麗。そっちの方は真中くん専門だよね。なんだ、鍵かかってないじゃん。マナカ、邪魔するぞ。今日の部活はここで行われることになりました。なんだよ。黙れから。なんか先生荒れてるし。昨日男に振られたらしくてさ。うわー、まやちゃん、なっちゃう先生。私も私服着てくればよかった。なんでこいつの分際でお前らこんなに胸がでかいんだ。どっちがでかいか調べてやる。いけ先生。先生落ち着いてください。ちくそー、もうこんなんち。あー、ぬるい。私だって負けないんだから。苦しい、柔らかい。苦しい、いいな。まだかバカ、しっかり。いいぞ。おーい、まだか。何やってんだ？大草、西野。うわ、新たなアイドルだ。あの、クッキー焼いたの食べてもらいたくて。クッキー？マナカ、誰よこの可愛い子。おい、純平、また泊まりに来てやったの。可愛い。これ、家の前に落ちてたんだけど、純平のだろ。この前、純平の部屋に泊まった時、ベッドの下にあったのと同じだし。ゆい、純平くんの部屋に泊まったって。あの子とはどういう関係なの？どういうって。マナカ、こんな子にまで手を出すとは許さん。そんなんじゃないって。この子もいい。マナカくん、違うんだ。どうじゃほ、マナカ誤解だって。純平、この人たち誰？マナカ、純平。マナカ、もう勘弁してくれ。これじゃ映画作りが。着いた。海岸つまんない。ねえ、マナカもそう思わない？いや、俺は撮影ができればそれで。もうマナカってば。マナカ、この合宿の一番の目的は夏の海を楽しむことだ。撮影は合間にでもやればそれでよし。それにしちゃ偏僻にも程があるわよ。
北王子、物は考えようだ。広い海を貸し切りにしたと思えば、細かいことなど気にならんだろ。そりゃ、これは水着の女の子が見られればそれでオッケー。はーい、この部屋だよ。おお、まさか男女同室。それよか何もねえ。予想以上にボロいし。こんなのありなの？さて、それでは早速だが、海に繰り出すとしよう。賛成。もうそれしかない。よし、私の水着姿で一発みんなのテンション上げるか。おお、すっげえ。東条はどんな水着持ってきたの？私は水着持ってきてないの。ならば私のを貸してやろう。どうじゃ。いい、東条さんには私の水着貸してあげる。ちょうどスリーサイズも似たようなもんだし。ありがとう北王子さん。なんだつまらん。ほらほら、私たち着替えるんだから、あんたら男どもは向こう行って行って。さーて、どれにしよっかな。北王子、またずいぶんとたくさん持ってきたな。真中にアピールする絶好のチャンスだもんね。ほらほら、東條さんも好きなの選んで。私はこのブルーのビキニなんかどう？じゃあこんなのは？これなら。よし、私がつけてあげる。あ、いや、北王子さん、もう逃げないでよ。だってそんな風に胸を触られたら。え、それじゃ逃げられないじゃん。大丈夫、自分でできるから。まったく小学生じゃないし。でも北王子さんが。お待たせ。あんたたち覗いてたの？覗いてない、覗いてない。俺たちはただ聞き耳を。バカ。まあ、それだけ私たちが魅力的だということだな。それでは海に出発だ。何よ、真中まで。もう私だって負けるもんか。さすがにちわ。あなたが好き、いけないって分かっているのに。ハッ、オッケー、グー。ナイス。ほら、ミヤマ、撮影の邪魔すんな。あ、私も。ねえ、東條さん、東條さんとマナカってさ、なんでもない。それよりなんでそんな隅っこにいるのよ。もっとこっちに来ないよ。ほら、北王子さん、風呂くらい静かに入るか。ああ、今頃女子は風呂か。なあなあなあ、マナカはアヤちゃんとサツキちゃん、どっちがタイプ？え、じゃないだろ。あんな可愛い子たちと泊まりに来てて何も感じないのかよ。俺今日からサツキちゃんだってだってサツキちゃんって可愛いし積極的だしなんか楽しそうだし。あ、確かに東條もいいけどサツキもいいなとか思っちゃったり。水着姿可愛かったし。ああ、無理無理、やめとけって。小宮山、あの二人はどういうわけか、真中のことしか眼中に入ってねえから。何よ、つかさちゃんといい。なんだよ、真中のどこがそんなにいいんだよ。あは、じゃあ何、真中ってもしかして、三人のうちの誰かとキスしたことあるわけ？ないよ、ないない。したことないって力説するのもちょっと悲しい気するけど。でも、するチャンスはいくらでもあるんだよな。やっぱ悔しい&羨ましい。おい、今日何やってんだ。モテる男に愛のお仕置きだ。ちょっと
これでマナカは諸子の嫌われ者決定。うくそ、痛くて眠れねえ。外の自販機でジュースでも買ってくるか。それで冷やそう。マナカ、サツキ、なんだ、マナカも眠れないんだ。まあな、やばい、何興奮してんだ俺。ねえ、なんだよ。どっかで話でもしない？なんかすぐには眠れそうにないから。さつき、ここ布団部屋か何かかな。ま、廊下よりはいっか。ほら、マナカも。波の音がするね。そりゃ海近いし。こんな部屋に連れてきて何考えてんだこいつ。ねえマナカ、さっき私の裸見たでしょ。えい、見てねえよ。見るわけないだろ。ほら、湯気とかあるし。あ、そう。なんだろう、私まだのぼせてるのかな。あの時からね、ずっと体のほてりが取れないの。それってどういう。マナカ、ちゃんと分かってるんだよね、私がマナカを好きってこと。サツキ、ちょっと待ってくれ。何じっと見てるのよ。ごめん。しかしなんでお前こんな。したかったの。え？マナカと二人きりになってキスとかいろんなことしたかったの。もう女の子にこんなこと言わせないでよ、恥ずかしい。サツキ、本気で俺のこと。そしてサツキは今俺のキスを待ってる。マナカ、何、私のこと本当は嫌いなんでしょ。まさか、嫌いじゃないよ。嘘だ、私なんて相変わらず鬱陶しいやつだくらいに思ってるくせに。そんなことないって。俺、サツキといるときすげえ楽しいよ。多分こんなに気の合う女子って他にいないと思う。マジでサツキのこといいなって思う瞬間あったし。だけど答えを出すのはまだ時間かかりそうで。ありがとう。明日朝起きたらまたいつもの私に戻ってるから、嫌な思いさせちゃってごめんね。この体の熱さ。サスケ、サスケ、サスケ。おお、気がついたみたいね。私夜中に熱が出て廊下でうずくまってた北おじさんをマナカ君が見つけてくれたんですって。まったく、昨日あんなにはしゃぎすぎるからだぞ。とにかく今日はゆっくり休んで。驚かせちゃってごめんなさい。あんまり気持ちよさそうに寝てたから動かせなくて。昨日は一晩中北おじさんの看病してたのよ、マナカ君。ねえ、東條さんはマナカと。やっぱりいいや。心配したいよ、サツキちゃん。病気が得意ひどい。病床に伏せる美少女もいい。いい。その北おじさんまだ熱があるから。そうだ、こんな時から静かにせんか。マナカ、ありがとう。今日はよく晴れたわね。昨日の雨が嘘みたい。休みだからっていつまでも寝てないで。
ほら、つかさちゃん、いいお天気よ。お買い物にでも行く？何か欲しいものあったら買ってあげるわよ。いらない。何もいらない。いい加減に起きなさい、つかさちゃん。いいの、まだゴロゴロしてたいの。何言ってるの、お昼になっちゃうわよ。ほら、電話だわ。私出る。もしもし、西野ですけど。あの、つかささんいますか。なんだ、ともこか。なんだって何よそれ。ねえ、それより今日暇？私服欲しいんだけど、一緒に行かない？あ、今日は。え、ダメ？うん、そうだね。私も何か買おうかな。じゃあ、後でね。誰？お友達？つかさちゃん出かけるの？うん、1時から。ねえお母さん、やっぱり何か買ってきてもいい？いいけど、つかさちゃん今日は。わかってるよ。6時には帰ってくる。それまでにケーキ作っといてね、お母さん。よかったね、ともこ。気に入った服見つかって。うん。でもジーパンに1枚以上は厳しいな。他にも欲しいものいっぱいあったのに。つかさもいいブーツ買ったよね。まあね。しかも2万。なに、もしかしてつかさ金持ち？違うよ。買い物に行くって言ったら、たまたまお母さんがお小遣いくれただけ。今日は特別なの。特別ね。ああ、私本当はバイトしたいんだ。でもうちの学校バイト禁止だし。わあ、嬉しい。これ、私が欲しいって言ってたペンダント。交際1周年記念サプライズってやつ。高かったんだぞ。大切にしろよな、あっちゃん。へえ、こうちゃんそういうの覚えてるんだ。当たり前だろ。何、そういう風に見えない？見えない。つかさ。何？今あんたあっちのカップルずっと見てたでしょ。つかさ彼氏ないんだっけ？羨ましいなら作ればいいじゃん。ただでさえ近所の高校から男子があんた目当てにわっさわさ集まってくんのに、あんたってば容赦なくバッサバッサと。着信もメールもなしか。よっ、ごめんごめん、待たせちゃった。誰？おいおい、俺のこと話してくれてねえわけ？ほら、前言ってたじゃん。私の中学の時の先輩で、どうしても司に会いたいってうるさい人がいるってさ。へえ、そういうこと。ほんとごめん。でもよくない？見た目はちょいイケてるし、先輩と付き合いたくても付き合えない子たくさんいるってよ。はい、話は終了。じゃあとはお二人で。ちょっと、トモコ。まあいいじゃん。トモコめ、ジュース代も払わずに。私服のつかさちゃんも可愛いな。つうかさ、変わってるよつかさちゃんって。なんで誰とも付き合わねえの？相手いくらでもいるでしょう。絶対一人より二人の方が楽しいのに。いってー、あんた今何しようとした？信じらんない。だってなんか寂しそうだったから。だからって普通そんなことするか。なんで、別にいいじゃない。そういうとこから親睦深めんのもありかなって思ったんだけど、キス一つで目くじら立てるような時代じゃないじゃん。キスなんてなさ、挨拶だろ、挨拶。握手と同じだよ。帰る。嘘、もしかして怒ってる？悪いけど君とは全然価値観合わないみたい。ピュアなんだね、つかさちゃん。ただいま。遅くなっちゃったな。つかさは？それがね、遊びに行って帰ったと思ったら部屋に閉じこもっちゃって。キスは挨拶と同じか。そんなのわかんない、したこともないし。でも最低。もううるさいな。誰の着メロだっけ。こんな曲設定した覚え。
あれ、西野出ないな。純平、ゆいちゃん送ってきたの？とっくに送ってきたってな。だく。純平くん。あ、西野。すっげえ、声も聞かずによく俺だってわかったね。あの、休みの日なのに突然ごめん。俺の幼馴染の子がさ、来年近江学園受けるって言ってて、今日も合格した人の知り合いいないかって聞かれたんだよね。それで、西野のこと言ってもいいかって。会いたい。え、そいつに会ってくれるの？純平くんに会いたいの。今から会えない？だって、もう10時だし、実は俺、今さっき家に帰ってきたばっかで。どうしても今日、会いたいの。お願い、純平くん。一瞬、その西野の声が、泣いてる声に聞こえたんだ。西野に何があったんだ。走ってきてくれたんだ。ありがとう。あれ、西野笑ってる。でもごめんね。疲れてるのに無理させちゃって。いや、全然疲れてなんかいないけど。で、西野、それ何？これ、知らないの？いちごのショートケーキだよ。あの、いや、そういうことじゃなくて。今回はお母さんの手作りだけどね。ここに座って食べよっか。うん。あの。ん？あのさ、用事ってこのこと？そうだよ。そうなんだ。食べて。あ、このケーキはね、どうしても今日食べなきゃいけないの。うん？だって今日は私の誕生日なんだもん。そうじゃなくて、おめでとう。どうしよう、俺本当に知らなくて、やばいよ、今も手ぶらできて。ああ、よかったらこのイチゴ食べて。ありがとう。でもよかった。まさか純平くんと一緒に過ごせるとは思ってなかったし。俺、今後一生西野の誕生日忘れない。本当、誓う。それよりもプレゼントだよ。そうだ、明日買いに行こうか。でも明日は学校あるし。いやー、そっか。じゃあ、とりあえず欲しいもの言って、欲しいもの。何でもくれるの？俺が買える範囲であれば。何？俺の顔にクリームついてる？違うよ、そうじゃなくて。じゃあ、握手してくれる？握手？うん。もっと、ちゃんと欲しいもの言ってよ。俺大丈夫だから。だって、多分今はこれが、私が純平くんに望んでいい精一杯だから。それって。を帯びているのかな。俺は
ごめんね、マキちゃん。遅くまで付き合わせちゃって。テープ編集に手間取ってしまった。東条まだいるかな。何それ？ラブレター？すごーい。誰？誰？知らない人。じゃあさ、会ってみたら？ものすごく素敵な人かもしれないよ。でも私。ああ、わかった。あやちゃん好きな人がいるんでしょう。当たり？ねえねえ、誰誰？あやちゃん教えてよ。もう付き合ってるの？片思いなの。あ、そうなんだ。その人のおかげなんだ。おかげって？こうやって私小説書いたりしてるの。その人が私の夢を応援してくれたから。でも彼女がいるんだ、その人。そっか。やっぱり諦めないとダメかな。あやちゃん。なんて。それは今書いてる小説のネタでした。嘘だ。それ本当よね。本当なんでしょ。小説のネタだってば。私は今小説書く方が楽しくて、好きな人なんて。本当かな。東条が俺のこと本当にそうだったら俺、いや無理だよな。さつきとのこともあるし、西野も、それに本当に小説のネタかもしれないし。ああ遂もできなかった。誰が一番かなんて決められないよ。でもこのままの状態を続けるわけにはいかない。おはよう、まるか。半日ぶり。会いたかった。思い通り。なんだよそれ。愛情表現よ、愛情表現。だって私たちただならぬ仲じゃないね。ただならぬ仲って。あのな、お前記憶は確かか。俺たちいつそんな関係になった。よく考えてみろ。いいか、俺たちは別に。だってギュってしてくれたじゃん。世界中の人たちに知ってほしい、あの熱い夜の出来事を。バカ、こらやめろ。さっきけど、マナカもウブやね。あの晩、私最後まで言って欲しかったのよ。俺は何もしてないぞ。何も。やだ、そんなに照れなくても。とにかくあの日あの晩は本当に何もなかったんだからな。何も。マナカどこ行くの。ったく、もう何考えてんだから。あんなにはしゃいで、そりゃまあちょっと嬉しい気もするけど。ん？あ、おはよう。おはよう。あ、そうだ、東条、これ。じゃあ。え、あ、東条。だから真中君には西野さんがいるんだって。もう真中君のことを意識するのはやめないと。意識するのは。あ、一枚の効果を投げるとき、表が出るか裏が出るかは偶然に支配されることであり、それをあらかじめ予測することはできない。西野。しかし表と裏のどちらが出ることも同じ。どうしたらいいんだ。で、俺のところに来たってわけ？そんな贅沢な悩み背負って。贅沢なのは分かってんだよ。だから小宮山とかには相談できないんじゃん。知恵を貸してくれ、大草様。三人の女の子の間で揺れてるか。俺なら三人同時に付き合っちゃうけどね。まあ不器用でそういうことに慣れてない真中には無理だろうけど。はい、その通りです。だからお願い。俺どうすればいいの？
で、西野とは今も付き合ってんの？多分、この間も会ったし。じゃあ簡単、西野と付き合っていればいいじゃん。それで決定。違うんだよ、俺、北王子さつきにも告白されて。へぇ。いや、なんかそんな感じ。大草くんに比べたら俺なんてカスだから、カス。北王子か。東条はどうなの？東条は何もないわけじゃないと思うんだけど、やっぱなんか気になるっていうか。だって大草も昔、東条は俺のこと好きとか言ってたじゃん。今のでなんとなく真中の気持ちが読めたような。え、つまり夢に向かって一緒に歩いていける女の子か、ずっとひたむきに自分を応援してくれそうな女の子か、一緒にいて一番自然に楽しく話せる女の子か。まあ決められないなら網だくじでもして。よし、モノコ参考になったよ、ありがとう。とりあえず今の俺にできることは、軽蔑されてもいいからありのままの自分をあいつに伝えることかもしれない。マナカ、なんでこんな人気のない場所に連れてきたの？キャッタ、なんか変なこと期待しちゃうじゃん。私はいいけど、でもちょっとムード不足っていうか。サツキ、今まではっきりしなくてごめん。俺サツキのこと好きだから。本当？まだか。だけど、あ、俺実は他にも好きな子がいるんだ。あ、東条さん。え、それとも西野っていう子？そうだけど、俺本当にみんな同じくらい好きなんだ。ごめん、ひどいことかもしれないけど。でもねえ、真中、このことを他の二人にも話したの？え、いや。やったー！え？あー、うれしい！なんで？だって、それって私だけ特別ってことでしょ？いや、そういうわけではなくて、さつきなら話しても平気かな、と。とりあえず。なんだ、他に好きな人がいるって言われた時は私もう泣いちゃおうかと思ったけどさ。でもみんな同じくらいに好きなんだよね？うん。それなら私がそこから飛び出せばいいだけだね。よーし、頑張っちゃうもんね。つーか、こういう私見て気持ちグラッときてない？ねえねえ、お前自分でそういうこと言うなんつーの。でも本当に少しだけグラッときたかも。何？またラブレター？ううん、はあ、今日も遅くなっちゃったね。最近うちうるさくってさ、遊んでるわけじゃないのに。完成した映画、東条に一番に見てほしいから置いておきます。映画ができたのは東条のおかげだと思ってる。ありがとう。ん？どうかした、あやちゃん？ねえ、まきちゃん。ん？好きな人に彼女がいても諦めたりしないでいいのかな？けどさ、これって二人だけの秘密？え？秘密共有するのと恋人同士の関係ってどっか似てるよね。いや、似てない似てない。ちょっと、やめろって。いいからいいから。あのな、いいじゃん、照れなくても。犬も猫も誰も見てないよ。そういうことじゃん。マイダーリン。だからやめなさい。クリスマス、もうそんな時期か。そうだ、クリスマスプレゼント。
マフラーに手袋が 50% オフ。あ、サツキに似合いそう。あ、あの色は西野だな。で、あのピンクのが東条で、なんか都合良すぎかな。けど暇はあるけど金がない。お、バイト初めて？だ、はい。いいか、仕事覚えるまではビッシビシ鍛えるから。店長、厨房のヘルプお願いします。あ、お、さつきちゃん、ちょうどよかった。今日からうちで働くことになった。真中です。さつきちゃん、あとよろしくね。結構似合う似合う。そっか。いい？私とは他人のふりしなきゃダメよ。他人？知り合い同士だとね、仕事サボりやすいからってバイトの時間をずらされちゃうのよ。ふーん。で、サツキはいつからここでバイト？ここではサツキって呼び捨て禁止。サツキちゃん、レジお願い。はーい。いい？まだですか？あと少し。ジュリー！はい。玉ねぎが足りないぞ、早くしろ。はい。いらっしゃいませ。順番にご注文をお伺いします。今日はさつきちゃんいるんじゃん。さつきちゃん、今度一緒に遊ぼうよ。新発売のクリームコロッケバーガーはいかがですか？お姉ちゃん、大きくなったら結婚してくれる？次の方、お待たせしました。ワンフィッシュワンチキン。サツキってこの店の看板娘なんだな。セイリー、玉ねぎまだか？今やってます。遅い。それ終わったら踏み出しやれ。はい。今帰ったお客さんで、お昼のピークは終わりね。あの店長、人使い荒すぎるよ。そういえば店長たちは？用事があるって出かけちゃった。戻ってくるのは4時頃だって。それまで私たち二人っきりだね。え？仕込みも終わったし、この時間帯ほとんどお客さん来ないし。さーて、何しよっかな。何って？とりあえず。とりあえず？レジ打ちの練習からしよ。え？このバイト、これができて初めて一人前なんだからね。はい。こうか？うん、まずこのボタンを押して。わあ、背中に柔らかい感触が。そう、このボタン。じゃあもう一回始めから。さつきってばいい匂い。やばい、俺めちゃ興奮してない？いかん、さつきは一生懸命レジ打ちを教えてくれてるのに、俺ってば何考えてんだ。あれ、順平？あの二人領収書を出すときはこのボタン。店内には二人きり。サツキだって何かを期待してるんだよな。それならいいじゃないか。もういっそ欲望のままに。さ、サツキ。ちょっとあんた。順平にベタベタしないで。何よ。ゆい、お前何しに来た？何でもいいじゃん。たまたま通りかかったら、順平がこの女にたぶらかされてたんだもん。あんたには関係ないでしょ。ほっといてよ。関係あるよ。ゆい、おばさんたちから順平のことよろしくって言われてるんだから。私だって店長から真中のことくれぐれもよろしくって言われてるわ。どっちも言われてねえよ。
とにかく私勉強しながらここで見張ってます。チーズベーコンバーガーとオニオンポテト、あとオレンジジュースセットで。つわけで順平上がっといてね。ちょっと待てゆい。それと何よ。あんたの長い髪、あ、髪不潔っぽいからぶっちゃけここのバイトには向いてないと思うよ。さつき、マナカ、なんなのよあのクソガキ。あいつはその幼馴染で妹みたいな感じで育ってきたからなんか勘違いしてて。そういえばチーズベーコンバーガー注文してたわね。目に物見せてやる。お待たせしました。チーズベーコンバーガーのセットでしたね。ごゆっくりどうぞ。わーい、やっと来た。おいしそう。あーん、やる、引っかかった。どうだ、カルト30倍バーガーボム。失礼なことばっか言うお口はそういう目に遭うのよ。こんな、そんなことしていいと思ってんの。あいつら話が入る。なんかそのうわ、何やってんだお前ら。サツキは服着替えて、ユイは俺と床の掃除。いいな。ブラまで黄色く染まっちゃった。軽く洗って乾かすか。確かドライヤーがあったよね。何なのよ。入るなら入って、早く閉めて。ごめんなさい。で、一体何の用？順平に謝って来いって言われたの。さっきはひどいことしてすみませんでした。ずいぶん素直じゃない。さつきさんは真剣にレジ打ちを教えてくれてたんだって順平から聞いて、一応納得したから。あ、そう。ん？何よ。ああ、わかった。さては私の胸羨ましいんでしょう。ゆいちゃん胸ちっちゃいもんね。どう？なんなら触ってみる？いらないよ。そんな胸、年取ったらシワシワになって垂れるだけじゃ。やっぱ全然素直じゃない。待てこら。強烈。俺辛いものダメだひ。ゆい、待ってこらー。シュンペイ見ちゃダメこんなに早く走るジュンペイ初めて見た。慣れた新人くん。はあ、けどこの時期からバイトって珍しいわね。さては彼女にクリスマスプレゼントを買ってあげる気かな。近藤さん、10円玉のストックないみたい。私両替に行ってくるんでレジお願いします。了解。聞こえてないか。よかった。ぼーっとしてないでテーブル片付けてこい。はい。
いらっしゃいませ。純平くん、ここでバイトしてたんだ。に、西野、なんでこんなところに。だって私ん家すぐそばじゃん。今ね、クッキングスクールの帰りなんだ。へー、その人、真中くんの彼女。ちょっと、近藤さん。ねえ、純平くん、バイト何時まで？その後会えないかな。さっきスクールでロールケーキ作ってきたんだ。ねえ、味見してよ。あら、いいじゃない。真中くん、バイト5時までよね。あと5分だし、行っちゃえば。はあ、マジでよかった、サツキのいない時で。そんなわけで、俺は今西野の部屋に。どう？うん、すごい。お店で売ってるの以上だよ。本当？うん。もっと食べる？ありがとう。西野って本当に料理うまいんだな。何？クッキングスクールってケーキなんかも教えるんだなって。うん、そっか、今日はラッキーだったな。そうだね。あ、CD 聞く？もろみえ。この曲知ってるかな？ CM にも使われた曲なんだけど。しっとりとした曲が流れ、そして目の前には無防備なミニスカートの少女が一人。ほら、このサビ有名だよね。こういうのってほら、あれだよ、あれ。あれの前のシチュエーションって感じしない？私、この曲好きなんだ。相変わらず緊張してんの、俺だけ？前から思ってたけど、西野って俺にドキドキする時ってあるのかな？今日だってたまたま作ったケーキの味見に俺を呼んだだけなのか。あれ、そういえば今日西野の両親は？ん？そのうち帰ってくるよ。あ、そうなんだ。なんだろう、がっかりしたような、ほっとしたような。でも帰ってくるのは10時過ぎって言ってたかな。それじゃあ二人っきり。俺、そろそろ帰ろっかな。なんで？だって、もう外も暗いし。ロールケーキ、本当に美味しかった。ありがとう。西野はそんなつもりじゃないと思うけど。でも、このままの雰囲気だと、俺、やばいことに。待って！ねえ、純平くん。私たち、まだ付き合ってるんだよね。俺、こんな気分のままじゃかなり、そのやばいし。いいの。だってこのまま俺雰囲気に押し流されてしまったら、そしたら俺、私押し流されたらどうなるか知りたいの。純平くんがしてみたいこと何でもしていいから。なんだか自然にキスできる気がする。やっぱ待って。もう待てないよ。私、気づいちゃった。私って何かを待つの苦手みたい。西野？別々の高校に行ったのは、やっぱ失敗だったのかな。そっか、待つのが嫌になったから、連絡ももらえなかった一学期に別れようって考えたんだ。でも、そう思って会いに行ったらまだ好きだって思ったのに。だって、純平くんといるとね、なんだかすごくワクワクしたんだもん。
誕生日にも私が呼び出したらわざわざ走ってきてくれてそして一緒にケーキ食べてくれて、その時私目の前で懸垂して告ってくれた純平くんのこと思い出してた。またワクワクさせてもらえたから私ずっと純平くんと一緒に付き合っていける気でいたんだけど、でも何かが違うんだよね。今思えば私も純平くんの映画作りの手伝いしたかった。純平くんの隣で純平くんの夢に巻き込まれてみたかったな。だいたいさ、こんな可愛い子が誰かをずっと待ってる恋をしてるのなんてもったいなくない？だから今度こそさよなら。謝ることすらできなかった。西野は俺と同じ目線で恋愛をしたかったのに、俺はいつも西野を見上げる形になってしまって、その上西野を散々待たせて傷つけて。フライドチキンご注文の156番の札持ちの方、大変お待たせいたしました。人で足りない。店長、チキン2パックお願いします。シギリ、チキンストック出してすぐ調理なる。はい。さすがにクリスマス期間は地獄でしょう。平気です。わざわざクリスマスイブの日のシフトに志願してくるなんて珍しいわね。パーティーとかデートとか彼女との予定はなかったの？そんな予定ありませんから。誰とも一緒に過ごす予定ないの？ありません。いらっしゃいませ。冷やかしに来てやったぞ。なんで今部のクリスマス会の帰り、真中くんがバイトしてるって聞いたからみんなで見に来ちゃった。真中、さつきちゃんと一緒にバイトしてるんだって。さつきちゃんの制服姿見てみたい。なんなら今着替えてこようか。おお。マナカ、身内なんだから半額にしろ。半額に。俺の力ではできません。よし、映像研究部来年も頑張るぞ。あ、この後もバイト頑張ってね。私今から手伝ってもいいよ。いいから。酒は飲んでも飲まれるなよ。やだだだ先生、俺らまだ未成年です。ねえ、さあ帰りましょうね。じゃあね。まなかくん、また来年ね。そっか、もう1年終わるのか。お疲れさん。お疲れ様でした。結局みんなとクリスマス過ごしたようなもんだったな。あ、これいかがですか？当店特製のブッシュドノエルです。これってクリスマス用のケーキなの？クリスマス限定品です。だってこれ。はい、どうぞ純平くん。だって西野、ただのケーキの味見って言ってたじゃないか。これを作った西野がクリスマスケーキだって知らないわけが。あ、もしかして西野、昨日は最初から俺とクリスマスを過ごすつもりだったのか。そのために俺を呼んで。あの、お客様。西野、涙が止まらなかった。俺は本当に西野のことが好きだったんだ。そんなことをもうどうにもならなくなってからやっと気づいたんだ。どうか近江学園に合格できます。
ますように。今年は前向きな恋ができますように。みんなにふさわしい男になれますように。純平もちゃんとユイの合格祈ってくれた？ついでにユイが大見学園に合格しますように。ついでに？ついでって何よ。どつくことないだろう。どつくこと。はなかくん、ユイちゃん、お東條、あ、アス。お正月なんだからもっとちゃんと挨拶しなさい。あ、明けましておめでとうございますです。明けましておめでとう。今年もよろしくね。ゆいちゃん、どこの高校受けるの？あれ、言ってなかったっけ。大見学園だよ。それ以外は受ける気なし。大見学園一本に絞るの。でも、あそこはものすごくレベル高いんだよね。量があるかないかだけで調べてたから、最近偏差値ってびっくりした。まあ、ギリギリいけるとは思うんだけどさ。大見学園か。もしよかったら、私が去年使っていた大見学園の受験予想問題集使う？あれ？東條さんって、純平と同じ泉坂高校だよね。最初は大見学園を志望してたんだけどね。結局、受験しなかったから。でも、受けたら絶対受かってたんだからな、東條は。え？なんで泉坂来たか、みんな不思議なくらいで。あなかくん。ごめん、思わずムキになっちゃって。冬休み、用事ありますか？用事って言っても宿題ぐらいで、別に他に何も。じゃあお願い、私の家庭教師やってください。マジで？マジで。純平がそこまで言うんなら、よっぽど頭いいに違いないっしょ。うちで？他にどこでやるのよ。明日からでいいなら。よかった、ありがとう、本当に。そりゃ俺だって東條がうちに来てくれるなら嬉しいけど。好きなように言いやがって。けど、なんか懐かしいな。俺も東條に勉強を教えてもらってた時期があったっけ。うまく教えられるといいんだけどね。そんなことないですよ。ゆい、今日すっごく楽しみにしてたんだ。本当に、ゆいちゃん。私も頑張るね。ゆいも頑張る。よろしくお願いします。お願いします。ゆいちゃん、そこはさっき言った方程式の応用で。ああ、また気づかなかった。何度もやってた問題なのに。ごめんなさい。同じこと説明するの嫌だよね。ううん、そんなことないよ。こういう応用問題って、つい難しく考えちゃうんだよね。でもね、似た問題いくつも解いていけば、ちゃんとパターンが分かってくるのよ。昨日調べたんだけど、去年もこのタイプの問題が出題されていたから。お？かっこいいなぁ、東條さんって。美人だし頭いいし、ゆいも東條さんみたいに生まれてきたかった。そんなことないわよ。ねえ、なんで大見学園行かなかったの？教えて。そういうのって、やっぱり、その、好きな人がいる学校を選んだり、とか。うん、多分、そう。そういうもんなんだね。私だったら、それでも自分が行きたい高校行くかも。あ、でもわかんないや。彼氏いたことないし。あのね、私は、一応片思いだから。嘘！片思い？それって、ちゃんと告った？人を両思いだから告ってみなよ。私が保証する。
ゆいちゃん、声大きい。それにね、その人ね、中学から付き合ってる彼女がいるのよ。だから私なんて。彼女か。でもさ、愛なんて永遠じゃないじゃん。私は好きな人いないからわかんないけど、その人も彼女ととっくに別れてたりして。あの純平ですら、せっかくできた彼女と別れちゃったみたいだしね。私の小指ぶつけるとめっちゃ痛いんだよね。そうだ、乾かしてる間にちょっと休憩しない？そうね。ゆい、何かお菓子買ってくるね。東条、そっか、家庭教師の準備であまり寝てないのかな。あ、東条の手書きのプリント、俺もまだ机の中に取ってある。なんだか永遠にこの寝顔を眺めていたい気分。このノート、中3の時の。これ東条の小説ノートだ。懐かしくて。真中くん、よければまた読んでくれる？真中くんに読んでもらうために続き書いてきたの。俺のため？うん、だって真中くんだけがその小説の読者だもん。そうなの？なんかもったいねえよ。でも嬉しいな。あ、俺このシーン好きなんだ。え、どれ？ほら、この階段駆け上がって二人が再会するシーン。出会えた喜びと眼下に広がる荒れた街との対比がいい感じしない？あと、ここも良かったな。親子の対決シーン、まるでハリウッドのお父さんが悲しみをこらえて戦場に旅立つとこ。俺ちょっと泣いた。え、本当に？この感じなんだ。東条に会って初めて語り合えた夢。あと俺ここも。このシーンも良くてさ。真中くん。はい。あのね、今からその変なこと聞いてもいいかな？変なこと？まさか愛の告白？気を悪くしないでね。さっきゆいちゃんに聞いたんだけど。ゆい！お邪魔だった？もう一回外に行ってくる！バカ！違うっつーの！覗いてんだよ。素直に入ってこいよ、素直に。何をよくはデートしてたくせに。
ゆいはゆいなりに気ぃ利かしたの。純平、道場さんと二人でいたいって思ってたでしょ。うん、まあ、なんなら協力してあげるよ。これからも道場さんが家庭教師に来てくれるたびに10分ぐらいどっかに消えようか。どう？道場と二人きり前向きに一歩前進。お前は余計なこと考えてないで勉強してろ。え、ゆいちゃん明日お家に帰るの？うん、学校あるからね。でも道場さんに勉強教えてもらってよかった。ゆい、すごく自信ついたもん。そうね、プリント見ても苦手なところを克服できてるのがわかるわ。これなら受験も大丈夫だと思う。ねえゆいちゃん、今日はここまでにしない？え、残った時間でお散歩しましょうか。本当？わーいわーい、純平毎日バイトばかりで全然相手してくれないんだもん。あー、ばっか見て、イブの日バイト出たから今日は休みなんだった。それなのにわざわざ仕事行っちゃって。お、あ、ゆいと東條。純平、バイトはどうしたの？ああ、ちょっとね。あ、お、あれ、何、なんで全員集合してるわけ？私は暇だから本屋でも行こうかなって。あ、どうしたのゆいちゃん？だってまたさつきちゃんにひどい目に遭わされる。ひどい目見たのは私の方でしょ。さつきちゃん、あやちゃん、せっかくだからどっか遊びに行かない？別にいいけど。マナカ、どこ行こうか。どこでもいいよ。ゆいちゃんはどうする？いいの？ゆいも一緒に遊んで。よし、せっかくだからゆいちゃんに決めてもらおうぜ。そうそう、そうね、なんかやりたいことある？ゆいちゃんのしたいこと言ってみて。じゃあかくれんぼ。なんでこんな寒空の下かくれんぼなのよ、くだらない。じゃあ俺と二人でお互いの体温め合いながら隠れようか。結構で、あ、なんだか少しワクワクしてるかも。かくれんぼなんて小学生以来だもんな。そっか、ユイが引っ越してからやってないんだ。かくれんぼやろうって言い出すのはいつもあいつだったから。そういえばあいつどこに隠れてるのか本当に見つからなくて。純平もトイレの裏隠れるの？まあな、考えることは同じか。おい、それよりお前もう少しそっち。純平の方、あっち出てってば。これなら大丈夫か。うん。あ、ユイの髪、俺と同じシャンプーの匂いって、なんでそれだけで緊張してくるんだ。純平、純平、変わったよね。あ、そうか、別にどこも。変わったよ。前は二人でもここに楽に隠れることできたし、それと声がそんなに太くなかったし、それに純平は女の子と付き合ったりしたこともあって、なんていうか成長して。ねえ、ゆいは変わった？なんでそんなことをこんなところで言うんだよ、ゆい。工場の北を発見。やば、見つかりやすいよ。あ、私別の場所に移動するね。別の場所ってどこに？秘密、純平も見つかるだよ。グッドラック。やっぱ子供だ。でも何だったのかな、さっきのあいつ。マナカ発見。
とはゆいちゃんだけなのに。全然見つからないわ。あいつにはとっておきの場所があるんだよ。それどこよ。いや、俺もわからなくて。おい、ゆいちゃん、ゆい、どこ隠れてんのよ。ねえ、やばいよ。もう1時間ぐらい経つんじゃない。ある意味天才かも。ちょっと尊敬。早く見つけてあげないと。この寒さじゃ。あ、雪だ。通りで寒いはずだよ。もしかしてもう帰ってんじゃないのか。いや、あいつ見つけてもらえなくても先に帰るってことは絶対なかったから。じゃあ一旦全員で帰ったふりしてみる。あ、そっか。そしたら変だと思って出てくるかも、うん、でももしこの寒さでユイが動けなくなってるんだとしたら、ユイは今までにルールを破ったことは一度もない。だからこの公園のどこかに今もいるはずなんだ。でもどこに。本当ガキだよ。こんなことに真剣になって。いい加減出てこいよ。もしあいつに何かあったら。いや、今はとにかく探さなきゃ。あ、ユイ。くしゃみしなきゃ絶対見つからない自信あったのにな。お前、ユイちゃん、これでもうこの場所でかくれんぼで。バカ。雪積もるまで隠れやがって。世の中にはな、寒さで凍えて死ぬ人間だってたくさんいるんだぞ。みんなどれだけ心配。純平、純平、純平、ね、泣いてるの。本当に泣き虫なんだから純平は。ありがとう純平、荷物持ってくれて。ああ、けどユイ、お前本当にこっから一人で電車乗り継いで行けるのか。大丈夫だってば。ユイちゃん。え、みんな見送りに来てくれたの。サツキちゃんまで。違う、昨日のかくれんぼであんたが風邪とかひいてないかなって思っただけ。受験前だから体大事にしないとね。つうか、いっそのこと泉坂高校を受ければいいのに。そうそう、近江学園なんて倍率高いから無理よ無理。どうしたのゆうちゃん。ごめん、悪かったわよ、ひどいこと言っちゃって。違うの、帰るのが寂しいの。変だよね、春になったらまた会えるのに。バカ泣くな。人のこと泣き虫呼ばわりして、なんだそのざまは。だってそうよ、またすぐ受験でこの町に来るじゃない。そん時は迎えに行ってあげるから。本当、本当に本当。そしたらまた遊ぼうぜ。だからその泣き顔写真に一枚。いつでも戻ってこいよな。じゃあゆい、高校生になっても純平のベッドで寝てもいい。ああ、そりゃもちろん。絶対ね。ええ。じゃあみんな、またね。ちょっと待てお前、最後のセリフはどういう意味だ。ベッドって マナク。違う、勘違いするなってば。おい、やめろ。